みんな、よくここまで頑張ったな。あとは思いっきり行け。田中さん、そんな顔されるとこっちまで緊張してきちゃうよ。大丈夫、何にも出てない。俺もいろんなところから漏れ出てる気がする。あー、よかった。じゃあもう着替えなきゃ。美しい姫よ、あなたはどこの国からいらしたのですか？このままあなたといつまでも踊り続けていたい。なぜです？私はあなたと踊りたいだけ。あなたに触れたい、触れてもらいたいだけ。どうしてもというのなら、私にかけた恋の魔法を解いていってください。あなたを知らなかった頃の私に戻してから。さん、やっと終わったね。うん、完璧だったよ。最高のお姫様だったと思う。二人ともよくできてたぞ。そしてみんな、よくやった。チームワークの勝利だ。ヒデコちゃん、すげえ、ローズクイーンになっちゃったんだ。おめでとう。でもさ、あんまり変わらないで。まだ大輪は咲かせてほしくないんだ。もうちょっと待って。ごめんね。いいよ、わからなくて。受賞、本当におめでとう。田中、お前ローズ、なんだ、ローズクイーンだっけか。選ばれたって聞いたぞ。今度は女王陛下の SP ってわけか。気が抜けねえな。後から出てきたシャバ像に軽々しくお前の周りをのさばらせねえよ。こっちの話だ。女王様は気にしなさんな。とりあえずはおめでとうだ。オス、お前ローズクイーンってお前にぴったりだと思う。高嶺の花って感じだもんな。俺だけの花でいて欲しかった気もするけど。なんでもねえ、これから引っ張りだこだぞ。頑張れローズクイーン。あれ、あの子学園演劇のヒロインだよね。やっぱりかわいい。うん、今年のローズクイーンもあの子なんでしょ。そうそう、やっぱり輝きが違うよ。でも王子様役はなんであの人だったのかな。うん、王子様って感じじゃなかったな。やっぱりルカ君とかじゃないとヒロインには釣り合わないね。ああ、やだ、あの人、ほら。田中さん、俺なんか出しゃばりすぎたみたいだな。ごめん、せっかくの演劇を
台無しにしてしまって